はい、ベンちゃんです、ただいまの時刻、午前9時半過ぎたところです。今自分は、もうすでにね、隣の県に入ってまして、今51号線もうまっすぐ行けば残り約9キロ以内、自分の目的地の、大好きな町に到着します。結局ね、向かってます。今ね、その途中の、コンビニ7で今休憩したところですね。とりあえず向かいます。もうあと一直線なんでね。こっちもいい天気ですね。青空、太陽ね。ちょっとね、ゲーム機のね、スパロボのサウンドのやつの中のやつの一つ聞いてながら、移動したいと思います。ちょっとね、自分の撮ってるスマホの温度がね、本体が熱くなってね、自然に切れちゃう場合がありますんで、それはご了承ください。めっちゃこっちはもう混んでますね、この道になると。まあいつものルートで行って終了かなと思います。明日また仕事になっちゃうんでね。はい、まもなくね、ここは高速のところの水戸北じゃないな、水戸大洗インターとこだね。この T 字路降りてくるとこだね。そろ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 曲がろうかな。乗りますか。すいません、すでにね、ガソリンメーター表示は真ん中よりちょい上ぐらいしかなくなってます。かなり道は混んでますね。もうThank you.
島直進コースか、左に曲がったらね、那珂湊とか行く、ひたちなか行く人は曲がってるんですよね。なんかアスファルトか太陽臭いな。どっちかわかんないけど、ニュースんだよね。入るより裏から入った方がいいかなと思うけど、大概みんなこれ左曲がっていっちゃうんだよね。日立の海域とか裏の車もそうなのか。あとはここの Y 字路だね。左曲がるとね、大洗入り口だね。みんな入っていってるよね。ほらここね、目的はみんな一緒だね。入ります。さあ、大洗の入り口です。渡れば大洗です。橋を渡って、そして、ね、鹿島臨海鉄道の陸橋をくぐって、目の前のタワー見えるのがマリンタワーです。目的地ですね。さあ、橋を渡ります。そうすると橋の左の標識に目的地の街が飾っています。さあ、目的地のね、はい、大洗到着しました。皆さんただいまです。少ししかいないけどね、よろしくお願いします。さあ、ちょっと音楽は消すか。やっぱりね、混んでるね。まず最初はね、美味しいパン屋さんのブリアンさんでも寄ろうかな。目的はいつも持ち帰りしてるラスクかな、うん、あればいいな。エコバッグみたいなのあったっけ。エコバッグあるよな、うん、エコバッグがないとダメだから。まずはね、ブリアンさんのパン屋さん寄って、そこでね、
買ってきますね。休みかな。あれ休みだね。残念ですね。休みでした。また今度来ます。やっぱりね、あの週末のねイベントあったからね、大概皆さん商店街休んでますね。まあ残念ですが、ね、お疲れ様ですよね。じゃあ休みだったんでそのままね、変更して、自分の大好きなね、ボンジリとかね、串揚げとかある薄屋さんの方に行きたいと思います。ちょっと残念だったね。また今度来るよ。この信号を、過ぎて、右側にねカラーコン置いたんですけどもね、目的地のね薄屋さんに到着します。一旦そこで撮影は終了しますね。あーいるなー、いっぱいいますね。到着しましたんでね、一旦撮影をここで終始します。それじゃあ失礼します。